義母は良一を心配するどころか役立たず扱いを始めた。私を助けに来るどころか自分が入院するなんて笑っちゃうわ。こんな状態じゃ治療費が高くて私への仕送りができなくなるんじゃないの。私はこの義母の信じられない言葉に思わず義母を睨んでしまった。良一さんはお母さんを看病するために運転してたんですよ。義母はすまし顔で私を冷ややかな目で見てくる。でも良一は酔っ払い運転だったんでしょ。自業自得じゃないの。おじさんが押し入れの中見てって。私は突然のことで何を言われたのかわからなかった。大丈夫だよ、良一おじさんが押し入れの中を見てくれって言ってたもん。私は美智子、30歳の主婦だ。夫の良一とは友達の紹介で知り合い、結婚して5年になる。私は子供が産めない体だが、良一は私をとても愛してくれ、日々充実している。良一はとても優しく、私の話を何時間でも聞いてくれる。付き合い始めた頃、私は仕事がうまくいっていなくて、よく仕事の愚痴をこぼしていたのだが、その愚痴をずっと聞いてくれていたのが良一だった。良一は話を聞いてくれるだけでなく、アドバイスもしてくれたし、ストレス解消のマラソンにも付き合ってくれた。こんなに私のことを見てくれる人は今までで初めてで、結婚のプロポーズは私からした。私にはこの人しかいないと思っていたし、周りの友達もそう言っていた。良一は私のプロポーズに驚いていたが、快く了承してくれた。結婚式で良一の友達から聞いたのだが、良一は私にプロポーズしようと考えていたらしい。その友達にどうプロポーズするか何度も相談していたのだ。私に先取りされてしまったと悔しがっていたと良一の友達から聞かされた。そして付き合ってから今まで幸せに良一と暮らしている。我が家では子供の代わりに猫を飼っている。保護猫で、飼い始めた時は警戒心が強く懐くのに時間がかかった。しかし私と良一が真摯に向き合い接してきたおかげで懐いてくれて、今では私たちの大事な家族になっている。まだら模様だったのでマーブルと名付けている。絵に描いたような幸せな結婚生活なのだが、困ったことが一つある。夫の実家と折り合いが悪いのだ。義母は金遣いが荒く、たびたび金の無心をしてくる。あまりに多いので私が文句を言おうとしたが、良一は母も生活が苦しいだろうと言ってお金を送り続けている。良一は決してマザコンというわけではなく、単に母親を心配しているだけだ。実は良一と義母は血がつながっていない。義母と良一の父は良一が10歳の頃に再婚したのだ。良一の生みの母親は良一が5歳の時に病気で他界している。夫の金次は再婚してすぐに生まれたそうだ。良一は詳しく語らないが、出来婚だったのだろう。義母は良一よりも実の子である金次を可愛がっていたそうだ。その分良一は寂しい思いをしていたのだろう。良一はこの頃の話をあまりしたがらない。結婚前にお酒を飲んだ時、一度だけ良一が語ってくれたきりだ。近所にばかり欲しいものを買ってやる。母さんに馴染めなくてさ。やっぱり血のつながりのない俺は母さんにとって厄介者だったのかもな。その時の良一はとても寂しそうだった。この時以来、良一は義母と金次への不満を口に出したことがない。金次は母親に猫可愛がりされていたせいか自立心がなく、35歳になる今も義母と同居している。金次は同居に甘えているのか、まともな職に就いたことがない。コンビニのバイトや日雇いの仕事を気が向いた時だけこなしている。そのお金は全て自分のお小遣いで、おそらく酒代に消えているのだろう。お酒が大好きで毎日のように飲んだくれている。義母は
金次との生活にも金がかかると良一に泣き言を言い、毎月金をせびっているのだ。私からすれば、義実家は良一をいいように利用しているとしか思えなかった。金次はわがままに育ち、警察には何度もお世話になったそうだ。中学の頃からグレ始めて、万引き、盗難など何度も法を犯してきた。10歳離れた良一は警察に何度も行き、頭を下げ、金次の身元引き受け人になっていた。被害者宅にも謝罪に行き、尻拭いを何度もしてきたのだ。どうやら金次は欲しいものがあると我慢できない体質らしく、すぐに自分のものにしようとするらしい。子供の頃は他の子のおもちゃを奪い、大きくなればバイクや車が欲しくなり、バイクや車などを盗めばすみませんでは済まない、どうしても警察沙汰になる。金次は結局高校を中退し、今に至るまでブラブラと過ごしている。金次には人のものを欲しがるだけでなく、人を見下す癖もある。自分より他人を下に見ることで優越感を得ているのだろう。私は金次の格好の標的になっている。私が義実家に行くと、今のソファーで寝転びながらスマホをいじる金次が私を見るなり悪口を言い出すのだ。いつ見ても地味、まあ兄貴程度の男にはぴったりかもな。金次は私を見ずにスマホをいじりながら独り言のように言ってくる。私は黙ったままうつむいてしまう。余計な揉め事は起こしたくない。義実家ともうまくやっていきたいと私は思っていたのだ。私と金次のやりとりを見ていた義母は、私をかばうどころか金次の肩を持つのだ。良一は長男のくせに親の面倒も見ないで家を出て行った。それに比べて金次は家に残ってくれた。本当に優しい子だよ。金次がこの家に残っているのは義母のためではない。金次には自活するだけの経済力などないのだ。このまま昼のように実家の美味しい血を吸い続けたいだけなのだ。私は言い返したかったが、喧嘩になるのは目に見えているので口をつぐみ、曖昧な笑顔を浮かべるだけだった。金次の肩を持つ義母には何を言っても無駄だっただろう。義実家では義父だけが良一に優しかったのだが、去年突然倒れてそのまま亡くなってしまった。このことも義実家と私たちが揉める火種になってしまうのだ。義実家は先祖が農家を営んでいたこともあって、かなりの土地を持っている。義父は相続で揉めないようにと遺言書を作成し、弁護士に預けていた。遺言書には義実家の家と土地は良一が、預貯金を義母と金次が分けた。土地は耕作放棄地になっていて、土地からの収入はなく税金がかかるばかりだったので、義母たちは相続を嫌っていた。この遺言書に義母、金次、良一は不満がなかったので、この通りに相続された。後から弁護士が私にそっと教えてくれたのだが、良一さんなら土地を有効活用してくれるはず、お母さんと金次さんはお金をすぐに使い果たすだろうから気をつけるようにと父から良一に伝言があったのだ。義父は良一を認めていた。きっと義母が良一に辛く当たるのを後ろ暗く思っていたはずだ。せめてもの罪滅ぼしと考えて土地を譲ってくれた。義父は良一に幸せになってもらいたかったのだろう。義父が亡くなった後は義実家とは疎遠になると思っていたが、義母はこれまで以上に良一と連絡を取り合いたいと言い出した。私は魂胆があると思って警戒していたのだが、良一は義母からの申し出に喜び、これからも仲良くしようと言っていた。母さんも父さんがいなくなって心細くなったんだと思う。いろいろあったけれど、ここまで立派に育ててくれたんだ。これからは恩返しをするよ。私は納得がいかなかった。あそこまで良一をいいように利用してきたのだ。今回も同じことをするつもりだろう。ただ良一の喜んでいる顔を見ると何も言えなかった。その分猫のマーブルにたっぷりと愚痴を言い続けた。マーブルは私の膝の上で丸くなりながら話を聞いてくれた。
それからの義母は今まで以上に私たちを利用するようになった。こき使うという言い方の方がしっくりくるくらいの扱いだった。とにかく義母は私か良一を呼び出す。義実家との距離は車で1時間くらいだ。山を一つ越えた先が義実家なのだ。義母は電球が切れそう、買い物に行くから車で送れ、虫が出たなど嫌がらせレベルで私たちを呼び出す。しまいには今月はお金が足りないから仕送りを追加してだ。勝手なことばかり言う義母に私は怒り心頭だったが、良一は喜んで頼まれ事をこなしていった。さすがにお金に関してはどうかと思ったが、良一の母を助けたいという気持ちに負けてしまった。義母の言い分は、長男で家も土地も良一がもらったのだから親の面倒を見るのは当然でしょうだった。相続で言えば義母と金次はお金を相続しているではないか。それなのに現金をもらうどころか税金を支払っている良一に金の工面を依頼するのはおかしな話だ。やはり弁護士の言う通り、相続したお金はもうないのだろうか。気になるのは実家から帰ってくる良一の顔が暗く落ち込んだ様子になっていることだ。良一の様子が変なことがたびたびあったので、私は良一に尋ねてみた。あなた顔色が悪いわ。お母さんから何か言われたの？良一は首を振って言葉を濁す。それがさ、いやきっと俺のせいだよ。そう言うと良一は部屋を出てお風呂に行ってしまう。今更なのだが、あの時もっとしつこく聞いていればあんなことにはならなかったのかもしれない。私は後悔してもしきれない出来事に巻き込まれていくのだ。それから1ヶ月ほど経った3連休の日、私と良一は温泉に泊まりで旅行することにした。なぜか前の晩に金次が家を訪ねてきたのだ。何でも久しぶりに兄貴と酒が飲みたいということで高いウイスキーを手に持ってやってきた。良一は喜んで金次を迎え入れた。この日の金次は不思議なほど上機嫌で、私をけなすどころか褒めさえしたのだ。家がきれいに片付いている、料理がおいしい、こんな嫁俺も欲しいと気持ち悪いくらい持ち上げられた。私は居心地が悪く、良一に明日は旅行だからほどほどにねと伝え、早々に部屋に退散した。良一は終始上機嫌で遅くまで飲み続けたようだ。寝室にまで二人の陽気な声が聞こえてきていた。翌日の朝、私は旅行に出かけようと支度をしていると、義母から良一に電話がかかってきたのだ。私は嫌な予感がした。良一の顔が真剣な表情になっていく。それは大変だ。今から行きます。この言葉を聞いて私は天を仰いだ。これで旅行は中止だ。母さんだった。高熱が出たそうだ。これから看病に行く。私は旅行の荷物を片付けながら旅行のキャンセルのことなどを考えていると、食事のこともあるから美智子も一緒に来てくれって良一が真剣な表情で言ってきた。ソファーで寝ていた金次を良一は起こして義母の病状を伝えていた。私と良一は家の車、金次は自分の車をそれぞれ運転して義実家に向かった。私は正直行きたくなかった。しかし具合が悪い義母を放っておくわけにいかない。私も助手席に乗り込んだ。私は昨日のお酒が良一に残ってないか気になっていた。良一は私の不安を察したのか、最初の一杯はウイスキー飲んだけどあとは麦茶にしたと教えてくれた。良一は旅行のことを考えてお酒を我慢してくれていた。実に優しい。さすが私の夫だ。義実家までは1時間程度だが山を越える必要がある。良一は真剣な表情でハンドルを握っている。峠を越えると車のスピードが上がりだした。カーブでタイヤがきしむ音まで聞こえる。さすがに私は怖くなり、少しスピードを落としてもらうように良一にお願いした。バックミラーから見える後ろの金次は少し遅れているようだ。良一が不安なことを口走った。ブレーキが効かない。良一の顔は真剣で
額には汗が浮かんでいる。私は真顔になって良一の顔を見つめる。だって一週間前だよ、車検から帰ってきたの。旅行に行く前にトラブルがあってはまずいと思い、少し早かったが車検整備に車を出していたのだ。特に問題なく帰ってきた車のブレーキが効かなくなるなんてことあるのだろうか。次のカーブでタイヤが大きくきしみ音を上げる。私は必死に助手席の握り手をつかんだ。車はどんどんスピードを上げていく。車線をはみ出し対向車にクラクションを鳴らされた。次のカーブでは車の速度は落ちず、対向車線まで飛び出しガードレールに車がぶつかった。車はガードレールをこすりながら左カーブを曲がっていく。しかし運の悪いことにガードレールが途切れていた。車はカーブを飛び出した。そして崖下まで落ちてしまったのだ。おそらく5メートルくらいだろうか。落ちてすぐに地面に激突した。エアバッグが作動して周りが見えなくなり、私は意識を失ってしまった。次に目覚めた時は私は病室で横たわっていた。その後も覚醒したり意識を失ったりを繰り返し、意識が完全に回復したのは事故から1週間が経過してからだ。すぐに良一のことが気になり、看護師に良一のことを尋ねた。看護師は言葉を濁し、医師からの説明を待つように言われた。私がじりじりしながら待っていると医師がやってきた。医師は私の意識や心拍、酸素飽和度などを確認し、もう大丈夫ですねとつぶやいた。そしてごほんと咳払いすると良一の病状を説明してくれた。良一は現在意識が戻らず昏睡状態になっている。回復の可能性はあるが、いつになるかわからない。最悪はこのまま寝たきり状態が一生続く。にわかには信じられなかった。良一の笑顔、マーブルと遊んでいるあどけない表情の良一が浮かんでくる。しかしその後ハンドルを握る真顔の良一が悲鳴を上げる姿が思い起こされ、過呼吸になってしまった。私は鎮静剤を投与されまた眠ってしまう。寝たきりの良一を見て現実をはっきり認識したのはそれから3日後のことだった。それからは私は毎日良一のそばに行き、必死に話しかけた。あなたしっかりして、早く元気になって、お家に帰ろうね。良一は意識を取り戻さない。しかし私は諦めずに良一に毎日毎日話しかけたのだ。1週間ほど過ぎた頃に義母が見舞いに来た。義母は良一を心配するどころか役立たず扱いを始めた。私を助けに来るどころか自分が入院するなんて、笑っちゃうわ。こんな状態じゃ治療費が高くて私への仕送りができなくなるんじゃないの。私はこの義母の信じられない言葉に思わず義母を睨んでしまった。良一さんはお母さんを看病するために運転してたんですよ。義母は澄まし顔で私を冷ややかな目で見てくる。でも良一は酔っ払い運転だったんでしょ。自業自得じゃないの。私は義母が何を言ってるのか理解できなかった。だって良一はずっと麦茶を飲んでいたのではないか。なぜそれで飲酒運転になるというのだ。私は一緒にいた近所に聞くように言ったが、聞く耳を持たないようで、ふんと鼻を鳴らすと病室を出て行ってしまった。帰り際に仕送り忘れないでねと残した捨て台詞がいつまでも耳にこびりついていた。私は何が何だか分からず頭を抱えていると、義母と入れ替わりのように姉と姪っ子が見舞いに来てくれた。姉は結婚した時に離島に引っ越していてなかなか会うことができない。今回の事故のことでこっちに出てきてくれたのだ。私は久しぶりに会う姉と姪っ子を見ると涙を流してしまった。いろんな感情が急に溢れてきたのだ。姉は私を優しく抱きしめてくれた。しばらくして私の気持ちが落ち着くと姉が事故の経緯を説明してくれた。意識を失っていた私と良一の代わりに姉が警察と保険会社とのやり取りを行ってくれたのだ。姉の話によると事故の原因は
良一の飲酒運転。前日は金次と深酒をしていて、金次は止めたが良一はたくさん飲んでいた。そういうことで話が進んでいるらしい。ここまで聞いて私は頭を振った。なぜそうなるのだ。きっと金次は嘘をついている。私は姉に反狂乱になって説明した。しかし良一の体から基準を大幅に超えるアルコールが検出されたそうだ。何がどうなっているのだろう。私は姉に車のブレーキの話もした。姉は静かに首を横に振った。車に異常はなかったそうだ。しかも修理工場にあった車が盗難にあってしまって、その後の詳しい調査ができないとのことだった。私は何もかも信じられなかった。どんな陰謀に私たちは巻き込まれてしまったのだろう。私が呆然としていると、姪っ子が私の頭を撫でてくれた。姪っ子が不思議なことを言い出した。おじさんが押し入れの中見てって。私は突然のことで何を言われたのかわからなかった。大丈夫だよ、良一おじさんが押し入れの中を見てくれって言ってたもん。姪っ子は不思議な子で、探し物で困っていると落ちている場所を教えてくれるのだ。何でも探しているものが話しかけてくれるんだそうだ。うちの猫のマーブルとは一度だけ会ったことがあるが、友達のように会話していた。亡くなった私の母とも姪っ子は空を向いて会話をしていた。いつも母は私と姉のことを見守ってくれているそうだ。そんな姪っ子が私に、家の押し入れを見ろと良一が言っていると教えてくれたのだ。試さない手はない。私は少しでも早く退院できるように体調の回復に努めた。そして姉に PC を家から持ってきてもらうのと、それ以外にもいくつかのお願い事をした。姉は喜んで引き受けてくれて、腕が鳴るわと嬉しそうに両腕をぐるぐる回していた。真相を暴いて義母と姿を見せない近所に仕返しをしてやる。私は医師に退院を無理やり頼み込んでみたが、許可は下りなかった。そこで私は一時外出の許可だけ欲しいと医師にお願いした。退院は無理だったが、外出の許可だけはもらえた。姉に付き添ってもらい、家に急いで向かった。姪っ子に不思議な力があることは確かだ。良一が何かを訴えようとしているに違いない。今は姪っ子の不思議な能力にすがるしかないのだから。目指すは押し入れだ。私たちは家に帰ってきた。良一が一緒にいないのが寂しいが、今はそんなことを言っている暇はない。姪っ子は家に入るとすぐにブツブツ言いながら2階にある寝室の奥の押し入れの前に立っていた。私と姉が姪っ子に追いつくと、姪っ子は私に不穏な言葉を投げかけてきた。おじさんがね、俺は狙われたって。え？どういうことだろう。やはり車はブレーキに細工がしてあったのだろうか。押し入れを開けると姪っ子が押し入れの上段の中に潜り込んでいく。私がスマホのライトをつけて明るくすると、姪っ子が天板をしている。私は必死で押し入れの荷物を外に出し、天板を持ち上げてみた。するとそこに古い大型の金庫があったのだ。金庫はダイヤル錠と鍵で開けるタイプで、私は鍵も持ってないし暗証番号もわからない。私がどうしようと思っていると、マーブルがやってきた。マーブルを抱え上げて撫でていると、首輪に見たことがない小物入れがついていたのだ。私がその小物入れを開けると、中に鍵が入っていた。おそらくこの鍵は金庫の鍵だろう。私はその鍵を金庫の鍵穴に差し込んだ。鍵は見事にはまった。しかしハンドルを引いても金庫は開かない。やはりダイヤル錠を開けなければならないのだ。姉と目を合わすが、姉も首を小さく横に振るばかりだ。その時姪っ子が数字を私の耳元でささやいた。私は急いで数字を書き留める。この数字はおじちゃんが教えてくれた。これは美智子姉ちゃんにだけ教えてって。私はスマホでこのタイプの金庫の開け方を調べた。そして数字に合わせてダイヤルを左右に回転させた。
慣れない手つきでダイヤルを回す。2回失敗したが、3回目で無事に金庫が開いた。あまりに嬉しくて、姉と笑顔でハイタッチを交わした。金庫の中には、義父から遺産としてもらった土地の権利書と、良一が書いたメモ帳、そして IC レコーダーが入っていた。私は良一のメモ帳を急いで広げ、読み始めた。そこに書かれていたのは、衝撃的な内容だった。良一は確かに狙われていた。こんなことをするあいつらが本当に許せなかった。私と姉は今後どうするか計画を練ることにした。家をきれいに片付け、金庫は鍵をかけずに押し入れの分かりやすい場所に置いて扉を閉めた。金庫の中身はすべて私が持っていくことにした。代わりに中にタブレットを入れておいた。私は病院に戻る前に警察署に立ち寄り、事故の真相説明をした。警察の見解は、証拠がなさすぎて動けないということだった。ただし、相談したという記録は残る。そして、どんな証拠があれば警察が捜査してくれるのかも聞くことができた。今はこれで十分だろう。私は病院に戻った。次の日、義母が良一の様子を伺いに来た。私はそ知らぬふりで、家の中にある金庫の開け方を教えて、と良一に話しかけた。義母に聞かせるためにわざと大きな声で話しかける。義母はそれを聞いて、私と良一に声をかけることもなく、そそくさと立ち去った。私は笑いをこらえるのに必死だった。次の日、家のペットカメラの映像を確認した。私と良一が留守中にマーブルが何をしているのか気になって、引き取った頃にペットカメラを設置したのだ。録画した映像はスマホでも確認できるので、私が入院中でも映像を見ることができる。やはり義母と近所の2人が家に忍び込んで家中を荒らしていた。最初は丁寧にタンスなど開けていたが、しばらくすると手荒く探し始めていた。そして義母が押し入れの金庫を見つけた。声は取れていないが、喜んで声を上げているのがよくわかる。しかし金庫を開けて中にタブレットしかないのにがっくりしているようだ。そして金次がタブレットを操作する。義母と金次がタブレットを覗き込んでいたが、金次は驚いたようにタブレットを落としてしまった。その後、二人は急いで立ち上がり家から出て行った。マーブルをペットホテルに預けておいてよかった。あのまま家にいたらマーブルは八つ当たりされてひどい目に遭っていただろう。私はベッドを起こして身構えた。そろそろ頃合いだろう。測ったように義母と金次が息を切らしてやってきた。一体どういうことなのよこれは。義母はタブレットを手にかざして私を怒鳴りつける。病室の他の患者がびっくりしている。私は落ち着いて、ここだと迷惑になるから屋上庭園に行きましょうと義母と金次を促した。屋上庭園は広々としていて、普段は車椅子に乗った患者が散歩を楽しんでいる。義母は周りをキョロキョロと見回し、誰もいないのを確認すると大声でわめき始めた。この映像は何なのよ。義母は私にタブレットを投げるように渡してくる。金次は所在なさげに暗い顔でうつむいている。このタブレットには事故を起こした車の車内映像が入っている。映像には事故後に金次が良一の口にウイスキーを流し込むところが映っているのだ。この映像で良一が飲酒運転でなかったことが証明できるはず。この車は盗難にあったんでしょ。それがなんでこんな映像があるのよ。義母は腕を組んで噴火寸前の火口のように真っ赤になっている。これを探すのは苦労しましたよ。私は笑顔で二人を見つめる。この車は良一さんと私が必死に働いて貯めたお金で買った車です。大事にしたいからGPS をつけておいたんです。義母と金次がハッとした顔になる。何か思い当たることでもあるのだろうか。金次がスマホを手に取り、どこかへ電話をかけるためか片隅に移動した。姉に車の追跡をお願いしたんですよ。お教えしてませんでしたけど、うちの姉は元警察官なんです。
義母の顔から血の気が引いて真っ青になっている。私は車の置き場所を地図で示した。ここって昔金次さんが働いていた車を解体しているヤードですよね。確か先輩が働いているって。義母は歯を噛みしめ、手も強く握って腕が震えている。ここにたどり着いた時、車は解体寸前でした。姉は保険会社の調査員と一緒にヤードに入って解体を差し止めたんです。金次が慌てて戻ってくる。母さん大変だ、車が。今聞いたところだよ。金次は膝をついて床にへたり込んでしまった。これは保険会社の調査員が撮影した車の写真です。車のブレーキオイルが極端に減っていて空気まで入ってますね。オイルで作動する車のブレーキに空気が混入していればブレーキが効かなくなるのは当然だ。しかも写真にはオイル染みの指紋がベタベタとついている。この指紋は誰の指紋ですかね。私は意地悪く床に座り込む金次に尋ねた。金次は違う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 と同じ言葉を小声で何度も繰り返している。義母は呆然としたままだ。金次は事故現場の崖下に降りてきて私たちを救助することもなく良一さんにウイスキーを飲ませて逃げていったのだ。警察には通りがかりの車が通報してくれた。私が金次を問い詰めると金次は床にへたり込んだまま頭を抱えて母さんが母さんがと声を震わせながらつぶやき始めた。なんでこんなことをしたんですか。私は義母に向かって問い詰めるが義母は何も答えない。何も言えませんか。なら仕方ない、私が説明します。私は良一のメモ帳を開いた。このメモ帳には義母と金次の悪事が事細かに書かれていた。二人は義父の預貯金をとっくの昔に底をついていた。義母はブランド物を買い漁りエステに高級ランチ、金次は高級車を買って夜のお店通いだ。義父が死んで1年も経たないうちに使い切ってしまっていた。道理で私たちに金の無心が来るわけだ。さらにメモ帳には良一に土地を差し出すように迫っていたことが書かれている。義母と金次は耕作放棄地だった良一の相続した土地が市の再開発地区になっていることを知った。そこに金の匂いを嗅ぎつけて良一に土地を差し出すように言い出したのだ。義母は良一をなだめたり褒めそやしたり脅したりとありとあらゆる手を使っていた。道理で良一は実家から帰ってくると暗い顔になっていたわけだ。もしあの時にきちんと話を聞いていれば良一は寝たきりにならずに済んだのに。私は後悔の波に押しやられ目の前が涙でにじんできた。良一は二人に何とかして立ち直ってほしかったのだろう。土地の権利は渡してもいいが遊びに使ってしまえばすぐになくなり生活に困ることになるからきちんと仕事に就いてほしいと義母と金次にお願いしている。義母は今の話を聞いて腕を組んでため息をついた。そんなメモ帳良一のただの愚痴じゃない、証拠にもならないわね。私は IC レコーダーを取り出した。これは良一さんがお母さんのところに行った時の音声です。私は義母と金次を睨みながら再生ボタンを押した。良一、お茶が飲みたい。お茶っ葉台所にあるから。わかった、台所だね。お茶を入れてくるよ。椅子を動かすガタッという音が聞こえる。良一が台所に向かったのだろう。いいか金次、良一の家に行って車に細工するんだ。義母の意地の悪い声が再生された。義母はしまったとつぶやいた。私は再生を続ける。本当にやるのか。金次は及び腰だ。全ては義母の計画だったのだろう。やるしかないんだよ。二人がいなくなれば土地の権利だけじゃないぞ、保険金も手に入るんだ。何度聞いても私は吐き気が止まらない。こんな悪意の塊、本当に人間にできることなのだろうか。義母は金次同様にへたり込んだ。悪かったよ、許しておくれ。本当にお金が必要だったんだ。義母がワンワンと大声で泣き出した。私は義母が少しかわいそうになりハンカチを渡そうと身をかがめた。
その時に義母が私の持っていた IC レコーダーとタブレットなど資料の入ったカバンを持って逃げ出した。金次、お前も早く来い。金次ははっと顔を上げると私に体当たりしてきた。私はバランスを崩し倒れ込んでしまった。金次はざまあ見ろと私に逃げ工場を言って走り去る。私はゆっくりと体を起こした。まったくどこまで証拠がひねくれているのだ。逃げてもどうなるということでもないのに。私はスマホを取り出し通話ボタンを押した。お姉ちゃん、そっちに行ったわ。私は腰をさすりながら歩き出す。義母と金次が向かうところは分かっている。私が病室に入ると義母と金次が警察に囲まれていた。こうなるってお見通しだったのよ。義母と金次はうなだれている。二人とも手にはハンカチがかぶせられている。警察に逮捕されたのだろう。姉がこわもての刑事と話をしている。姉が私を見て親指を立ててウインクしてきた。刑事は私を見て敬礼してきた。私は気恥ずかしかったので微笑み返した。姉は見舞いに来てくれた後に昔の同僚の刑事に相談していたのだ。証拠がないままでは警察は動けない。しかし保険金が絡むことなら保険会社の調査員が動いてくれる。刑事から助言を受けた姉が保険会社の調査員に協力を仰いで GPS をたどって車の置いてあるヤードにたどり着いたのだ。そして車の車内映像を確認したところ、不審な動きを見せる金次が映っていたというわけだ。車は保険会社が押収し指定工場で再調査が行われてブレーキの細工も判明した。証拠はこれで十分だと思ったが、念のために警察に相談の記録を残しておいた。この時警察には車が見つかったことは伏せておいた。このまま警察に逮捕されるだけでは私の留飲が下がらない。義母と金次にはこの手で鉄槌を下したかったのだ。そういう経緯を経てこの病室で義母と金次が逮捕されたのだ。義母と金次が警察に連れられて病室を去る際、私はこほんと咳払いをした。義母と金次が私の方を振り返った。ふざけるな！あんたたちの欲のために良一さんを犠牲にして！良一さんがどれだけあんたたちを信頼していたか、立ち直ってほしいってずっと思ってたんだよ！私はカバンの中からNP4 法人が出している禁酒のチラシとリフォームのチラシを投げつけた。金次には酒をやめてもらいたい、体に良くないっていつも言ってた。私は金次を指さした。お母さん、あなたといつか一緒に暮らしたいってリフォームを考えていたんだ。それを良一さんの命を金に変えようとして、ふざけるな。私は力いっぱいの大声で二人を糾弾した。義母と金次は私の勢いに圧倒され体を小さく縮こませた。そして警察にせき立てられ病室を出ていく。私がぜいぜいと肩で息をしているとベッドからシーツが擦れる音がした。私が良一の顔に近づくと唇がわずかに動く。思わず良一の手を握りしめた。うるさいよ、起きちゃった。良一が目を覚ました。私の声がうるさすぎて起きたらしい。私は失礼なとも思ったが、嬉しくて涙がボロボロとこぼれてくる。諦めないようにしていたが、もう目を覚まさないことも覚悟していた。嬉しすぎる。私は涙が止まらない。良一は優しい目で私を見てくる。心配かけたみたいだね。私と良一が感動に浸っている周りを看護師がバタバタと駆け回り、脈を測ったり医師を呼びに行ったり大騒ぎしている。私はもう少し静かにしてよと罰当たりなことを考えていた。医師は良一の目にライトを当て意識の確認をすると安堵の笑みを浮かべた。もう大丈夫。医師はそう言うと私の肩を優しく叩いて看護師と共に部屋を出て行った。どうやら二人きりにしてくれるらしい。私たちは久しぶりに何の心配もなく穏やかな時間を過ごすことができた。義母と金次は逮捕されてから警察で厳しい取り調べを受けている。
起訴は確実で実刑判決も間違いないと姉が言っていた。しかもかなりの量刑になるとのことで、義母は生きたまま塀を出ることはないというのが姉の見立てだ。しかしどうしてそこまでお金が欲しかったのか。警察の調べでは違法金利のところからも借りていたことが判明した。しかも複数の筋の悪いところから借りていて、質の悪い取り立てにあっていたようだ。もし生きたまま塀から出られたとしても、金融屋に狙われるのは目に見えている。刑を終えたとしても地獄が待っているだけなのだ。義母と金次が良一の息の根を止めると教えてくれたのは姪っ子なのだ。良一を亡き者にして、その後私も仕留めるつもりだったらしい。あの子がいなかったら良一の命はなかっただろうし、義母たちの恐ろしい計画も成功していたかもしれない。本当にあの子には頭が上がらない。良一の回復力は凄まじく、目を覚ました次の日からは歩き始め、1週間もすると退院の許可が出るほどだった。退院の前に私は屋上庭園に良一を連れて行き、事の顛末を語って聞かせた。良一は驚いたり悲しそうな顔を見せたり感心したりと、いろんな表情を見せながら私の話を聞いてくれた。私もいろんなことを思い出し、最後は涙声で泣きじゃくりながら良一に話していた。良一は私を優しく抱きしめ、頭を撫でてくれた。本当にお疲れ様、そしてありがとう。私は良一の胸の中で幸せに包まれて、何も言えず温かい涙を流し続けた。退院してからしばらくして良一は仕事にも復帰して、すっかり日常を取り戻していた。良一から暗い顔は見られなくなり、私たちは常に笑顔で過ごすようになっていた。そして今日は久しぶりに姉親子がやってくるのだ。ごちそうを用意して待っていると姉たちがやってきた。私が玄関で迎えると、姪っ子が私を手招きしている。何だろうと思って身をかがめると、姪っ子が耳元でささやいてきた。その言葉を聞いて私は顔を真っ赤にしてしまった。姉は私を見てニヤニヤしながら居間に入っていった。コウノトリがやってくるよって確かに言ってた。そういうことなのだろうか。とりあえず良一には内緒にしておこうかな。